どうしちゃったっきゅ。戻るなり部屋に閉じこもったきゅ。話しかけても反応がないきゅ。実は男は間違いなくソロンだきゅ。ジェイの知り合いか。ソロンはジェイの育ての親なんだきゅ。前にジェイから聞いたんだきゅ。ジェイは実の親に捨てられたきゅ。ソロンが赤ん坊のジェイを拾い暗殺者として育て上げたんだきゅ。ジェイが遺跡船に来たのは暗殺の仕事をするためだったきゅ。けどその仕事は失敗に終わったきゅ。ソロンは何人もの部下を引き連れて遺跡船に乗り込んできたんだきゅ。けど大掛かりな鎮圧部隊が編成されてソロンたちは大敗したんだきゅ。ひどい戦いで多くの人が命を落としたきゅ。ソロンはジェイをおとりに使い逃げ切ったんだきゅ。一人残されたジェイは傷つき力尽きてモフモフ族の村のそばに倒れてたきゅ。そんであんたらが助けて一緒に暮らすようになったわけ？はじめの頃、ジェイは全然喋らなかったきゅ。感情の起伏も乏しくて、表情だって少しも変えなかったきゅ。笑顔を見せることなんてなかったんだきゅ。あたしらと出会った頃も結構不愛想だったけどね。時間が経つにつれて徐々に明るくなったんだきゅ。最近のジェイは本当にいい顔をするきゅ。特に皆さんと一緒にいるとジェイは楽しそうに笑うきゅ。けどさっき見たジェイの顔は凍りついてたきゅ。出会った頃のジェイには戻ってほしくないきゅ。ジェイにはいっぱいいっぱい笑っていてほしいんだきゅ。ソロンとの再会がジェイに過去を思い出させたわけか。ジェイはずっと怯えていたんだきゅ。ソロンが再び目の前に現れることをずっと恐れていたんだきゅ。ポッポたちはジェイを守るきゅ。ソロンから守るきゅ。俺たちも協力する。ジェイをソロンの呪縛から解き放ってやろう。とにかくあのソロンユンを早いとこ探し出さんとろう。俺の方でも情報を集めてみよう。キュッポたちもいろいろ探ってみるきゅ。頼んだわよ、ホタテ三兄弟。任せるきゅ。よし、状況は大体つかめた。一度東大の町に戻ろう。ジェイボーのこと頼んだぞ。大丈夫だろうか。
ホタテがついてるから平気でしょう。だけど表情がすごく暗かったです。あんなのあいつらしくない。こうじゃの、俺たちの手でジェイの不安を取り除いてやろう。お腹減ってないキュ？新鮮なホタテ食べないキュ？ジェイと一緒にご飯食べたいキュ。キュッポたちはジェイを待ってるキュ。お腹減ったら出てくるキュ。ご飯は大勢で食べた方が美味しいキュ。何度言えばわかるんだこの無能が。私の手を煩わせるな。ごめんなさい。謝って許されるほどこの世の中甘くはできていないぞ。醜い姿を見せるな。ましたか。それは捨てるようにと言っておいたはずでしたよね。だけどこれは僕の家族を探す手がかりなんです。よく知っていますよ。あなたを拾ったのは私なんですから。だからそれは、こんなものにすがっているから強くなれないんですよ。返してください。それだけは。誰が意見を言う許可を出した。ごめんなさい。今度はうまくやります。許してください。だからお願いします。それだけは、その鈴だけは。鈴は私が預かります。あなたが一人前になるまではね。そんな、何か文句でもありますか。いえ。やっと分かってくれましたか。あなたは私に従っていればいい。首を横に振る必要はないんです。なぜなら私はいつだって正しいことしか言わないんですから。はい。それでは確認しておきましょう。のたれ死に確定のあなたをわざわざ拾って育てたのは誰ですか。お師匠様です。よろしい。だったら死ぬ気で強くなれ。私の役に立ってみせろ。どうせお前が死んでも誰も悲しまないんだからな。はい。殺しの道具に感情はいらない。お前はこの苦内と同じだ。人ではない。ただの道具になるんだ。はい。そう、それでいい。
僕が死んで誰も悲しまない、僕は道具なのか。みんなも僕が死んでも悲しまないのかな。死んでも誰も悲しまない、人ではなく道具なのだ。だけどあの人たちなら、キュッポたちなら僕を。必要ない、誰も必要としていない。やめろ、聞きたくない。誰も人だと思っていない、道具なのだ。違う、僕はこの命が尽きようとも誰も悲しまない。あってなきに等しきものよ、価値なきものよ。それでも僕は。モフモフ族と言いましたか。なかなか愛嬌もあって愉快な連中じゃないですか。彼らは何色の血を流すんですかね。どんな声で泣いてくれるんですかね。ちくしょう。いやー、今から楽しみだな。ラッコが逃げ惑い、泣き叫び、命乞いをしながら死んでいくのはさぞ見ものでしょうね。もうやめろ。どうしろって言うんだ。僕はどうしたらいいんだ。クーリッチ、起きろ。もう少しだけ寝かせてくれ。起きるんだ。頼む、あと少しだけ。仕方のないやつだな。あと少しだけだぞ。ありがとう、チャーリー。さっさと起きろ。なんだ、クロエか。チャーリーでなくて悪かったな。別にそんなことは。根性なし。また新作。目が覚めたなら出かける用意をしろ。ジェイから話があるそうだ。今朝早くレイナードの家に来たらしい。誰かと違って早起きなことだな。やけに絡むな。そんなことはない。レイナードの家に行くぞ。おかしいと思わないか。警戒がやけに緩いの。私たちが来ることを考慮してなかったのでは。けどさ、私らがここに来た時点で普通は情報伝わるっしょ。何か策が用意されているかもしれない。慎重に進んだ方がいいな。モーゼスさんは特に気をつけてくださいね、とか JJ が言うはずなのに。おい、ジェイボー、おつむの具合は大丈夫か。
モーゼスさんは人の心配よりも自分の心配をしてくださいね。ジェイボーこそぼーっとしてると足元救われるぞ。バカ言わないでくださいよ。モーゼスさんじゃないんですから。僕がそんなミスをするわけないでしょ。なんじゃとこれ。敵地に乗り込んで騒ぐやつがあるか。なんかギクシャクしてない？何かすっきりしないわね。ジェイ、心配事があるなら俺たちに話してくれ。本当に何もありませんよ。みんなして嫌ですね。じゃったら大便我慢しとるみたいな顔いい加減にやめたらどうじゃ。シャンドル、言葉を選べ。ん？わい、おかしなこと言うたか。いちいち聞くな。ああ、モースケだから仕方ないって。野生の男だから。ようわからんな。まあいいわ。自分が使えんでもわいが何とかしちゃる。油断するなよ。なんもないとこじゃの。調べても意味ないんじゃない。何か見つかったのか。シャーリーさん、ここを見てもらえますか。古国語で何か書かれてます。あなたはバカですか。いい度胸じゃ。悪い、かかってこいや。野獣にはちょうどいい檻でしょう。見物小屋でも作って金でも取りますか。愉快ですね。実に愉快ですよ。ジェジェ、嘘だよね。ガキ、答えろ。いい、実に素晴らしいですよ。あなた方の信じられないという表情、全くもって傑作ですよ。最高ですよ。たまりませんよ。これぞまさしく人生の喜びですね。ジェイ、待て。お前の言葉で理由を言ってみろ。ピーチクパーチクするのはその辺で終わりにしていただきましょう。青臭い叫び声を聞くと気分が悪くなるんですよね。また同じ手品か。芸のないやつじゃの。あなた方の顔もそろそろ見飽きました。今後はこいつの胃袋の中で仲良くやってください。では失礼。待て。こんな時に黒い霧が。どうか丸っこいのになりませんように。お願いしたそばからなるな。手ごろ。あ、そうだ、これはどうかしら。オッケー。
クション一瞬のコガハタ爆撃交渉ライン何気にラクリアクション頑張ってよ七次成功キレイリザレクションリアクションマスケンガン勝負頑張っリアクションこっち来ないでよリザレクションリアロンドセスキレイゲリアクションマスケンガンマジック迫撃イラクションマジックスリッチアダンスこれでいけるカンバッイラクション減少限限定勝負リザレクションリード重傷レンドセスキレイイラクションリザレクション反入撃イラクション少しは温存しないとな魔人天竜隊何するグランドダッシュいけそうね全力頑張っイラクション勝負コガクーナイリザレクション魔人剣イラクション澄み渡る名光よコガクーナイ天竜隊勝負コガハタラキを振らせよレイ撃勝やった魔人剣に進化イラプション頑張りましょうねすごいわね頑張って勝負剣入剣リザレクションありがとう生きったイラプション頑張ってよ魔人剣入剣リザレクションありがとう剣入剣イラクション過ごした時間はその程度のものだったのか
俺たちはそんなに信用できないのか。クーリッチ、なわけあるか。ジェボの笑顔はほんまもんじゃったわ。ワイらと遊んで心から笑うとった。そうだな、最近のジェイは富に明るくなっていた。みんなと一緒にいたからよね。うん、そうだよね。 JJ にだって事情があるはず。だったら決まりだ。何としてもシャーリーとジェイを助けるぞ。あ、潜伏先を割り出すには情報が必要だ。ホタテランに手伝わせよう。情報収集ならお手のもんだし。そうだな、モフモフ族の村へ行こう。あークーリッチ、シャーリーの力を悪用させたりしない。そんなこと二度とあってはいけないんだ。シャーリーは必ず助け出す。私たちもいることを忘れるな。クロエ、任せろ。この剣はそのためにあるのだ。ああ、頼む。これが置き手紙だ。読んでくれ。やったこと許してやってほしいキュー。ジェイは脅されていただけなんだキュー。ソロンの仕事を手伝わないとキュッポたちは皆殺しだったんだキュー。ジェイはポッポたちを守るために仕方なくやっただけなんだキュー。ソロンは差し違えてでもキュッポたちが仕留めるキュー。だからジェイを許してほしいキュー。ジェイにはみんなが必要だキュー。お願いだキュー。ジェイのことよろしく頼むキュー。キュッポたちは知ってたのか。ジェイが話したとは思えない。おそらく自分たちで調べたんだろう。どいつもこいつも勝手な真似しよって。ワイらは何なんじゃ。ソガーに頼りにならんのか。その気持ちを本人たちにぶつけてやれ。何としても居場所を突き止めるぞ。俺は町に戻って情報を集める。ワイも行くわ。兄弟に手伝わしてやる。頼む。話が違うじゃないか。ちゃんと仕事はしたんだ。モフモフ族のみんなには手を出すな。おや、そんな約束を誰がしましたか。夢でも見ていたんじゃないですかね。ふざけるな。口には気をつけてくださいね。私は気が短いんですから。その辺のことはよく知ってるでしょうに。あなたはクズだ。口の聞き方には気をつけると言ったばっかりだろうが。物覚えの悪いガキだな。なんだ、葉っぱか。ああ、これはあれか。
星祭りとはな、殺しの道具が随分と人間らしいことをする。返せ。さてさて、何が書いてあるのかな。お前は笑いの天才か、私を笑い死にさせる作戦か。ふざけるな。いい、実にいい。こいつは傑作だ。後発人の女、何が書いてあったと思う？知りたいか。知りたいだろう。特別に教えてやろう。笑う準備はいいか。家族が欲しいだとよ。誰が？お前が？何がおかしい？おかしいだろ。おかしすぎるだろ。これを笑わずして何に笑えばいいんだ。お前なんぞに家族ができるものか、この人殺しが。あなただけは許さない。悔しかったら取り返してみろ。やってみせろよ。家族が欲しいだと。家族が欲しいだとよ。家族が欲しいだってよ。何がいけないんだ。何がいけないんだよ。自分が一番よくわかってるだろう。道具には家族なんてできないってな。僕が家族を欲しいと思っちゃいけないのかよ。おお、いけないね。笑うのはそこまでだ。キュ、家族ならここにいる。キュ、ポッポたちがジェイの家族。キュ、家族をいじめるお前を絶対に許さない。キュ、三人ともどうして。キュッポたちだけじゃない。キュ、モフモフ族全員でジェイを助けに来た。キュ、それが家族というものだ。キュ、ラッコが泣かせてくれるな。他の忍者はすでに抑えた。キュ、ラッコが味な真似をしてくれますね。突撃。キュ、二人は逃げる。キュ、ここは任せる。キュ、ジェイをよろしく。キュ、調子に乗るな。やっぱり
みんなを置いてはいけない。今から戻って何かできるの？戦うことができるの？足手まといになる人間を私は送り出すわけにはいかない。だけどみんなは僕が守らないと。僕が守らないといけないんだ。いい加減にして。もう分かったでしょ？キュッポたちはすごく強い。戦う力があるわけではないけど、心がとても強いんだよ。あなたとは比べ物にならないほどに。僕はモフモフ族を守っているつもりだった。だけど守られていたのは僕の方だったのかもしれない。大切なものを守るために危険に立ち向かえる心の強さをキュッポたちは持っているの。何かを犠牲にしたとしても立ち向かっていける本当の強さをね。あなたの心はとても弱い。けどその弱さの代わりに敵を倒すための力を持っている。敵を倒すための力。それはキュッポたちにはないものなんだよ。誰も一人で全部は持っていないの。だから私たちは手を取り合うんだよ。協力するの。助け合うんだよ。けど僕には手を取り合える人なんていない。本当にそう思ってるの？みんなが今の言葉を聞いたらどう思うか考えたことある？みんな気にかけてくれてたよ。手を差し伸べてくれてたよ。お兄ちゃんもモーゼスさんもあなたを心配してくれてたのに、自分でその手を振り払っておいてそんなこと言うのは許せない。それはだけど僕は誰かを信じるのはすごく辛いことでもあるの。だけど勇気を持って踏み出さないと。自分の気持ちを打ち明けないと。傷つくのは嫌だけど信じ合える人が欲しいなんて、そんなのただのわがままなんだよ。わがまま。傷つくかもしれないけど踏み出す勇気を持たないといけないの。待ってるだけでは何も変わらないから。私はそれを理解するのにみんなにたくさん迷惑をかけた。陸の民を信じられなくなり、お兄ちゃんを信じられなくなり、自分の殻に閉じこもった。だからこそわかるんだよ。みんなの気持ちがよくわかる。前を見ないとダメ。みんなの顔をちゃんと見ないとダメだよ。向き合っていかないと。私はみんなのところに戻る。みんなの力が必要だから。キュッポたちを助けるためにはみんなの力が必要だから。僕は最後は自分で決めて。僕はモフモフのみんなを守りたい。今の僕にはみんなの力が必要なんです。みんなのところに帰ろう。はい。ジボーとジョーちゃんが戻った。村の入り口だ。わかった、すぐ行く。お金かシャボン娘。ズボンは
れさ。なんかポロッと出る夢を見た。寝ぼけてる場合かよ。